日高柿は日本古代の豪族。外交官。日本初期巻第十四によると、有略天皇7年、天皇の命で、吉備城東氏が集めてきた、九だらの今来の敵人たちを迎えに、日高岸柿は湖安船が大島へ派遣された、とある。この日高岸柿はであるが、日高岸柿はと湖安船なのか、日高岸と柿は湖安船なのか、 日高騎士柿カキワなのかで意見が分かれている。1の場合は、日高柿カと小安ンという二人の人物がテヒトラのいる大島へ派遣されたことになり、天皇の使者は二名だということになる。2の場合も使者は二名だが、柿キを和名類受賞の筑前国実派、小ーリカ号と解釈し、日高と柿キ在住の小安ンとなる。3は、キッシが、 トライ人系の姓であるところから、帰化以前の本名が、ご安全で、日本へ来てからの通称が、日高かきわだとする、同一人物説である。日高は、日高であり、木の国日高軍を本拠地とする姓、騎士の一族が、南馬騎士一族に包括された、と見ることもできる。騎士とは、日本に系氏族で、南馬、草壁、 日高などが例として挙げられ、主に文筆や通訳など外国との事務接触を職務としたと言われている。日高騎手柿き輪は、有力天皇9年2月に、天皇の命で、大志高知の香り玉物を中殺するために派遣された、南馬日高騎手と同一人物だとする説も有力である。この時、高玉物はすでに逃亡しており、その後、三島軍の相原に捕らえられて殺された。 ありがとうございます。